気のせいね。あいつは悪党の手先だ。このままじゃ君もひどい目に遭う。僕のようにね。あなた誰？なんて綺麗な足毛布の人。あの男に捕まって監禁されていた。時間がない。僕を信じて力を貸してほしい。また捕まったら、あなたはどうなるの？殺される。この部屋からは、奴の部屋の前を通らないとどこにも行けない。つまり、君を軟禁するのにちょうどいい。ドアを見て。で、どうすればここから逃げ出せるの？ありがとう。信じてくれて嬉しいよ。キャラメル色の髪の可愛いお嬢さん。な、何すんのよ。おや、どうしました？部屋の中で音がするんです。クローゼットの中に何かいるみたいな。おい、隣の部屋だ。間違いない。クローゼットの中にいるらしい。お嬢さん、変質者かもしれません。調べてきます。さあ、行こう。変質者はひどいと思わない？そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。おい、逃げたぞ。やば。大丈夫。ちょっと、どういうこと？うさんくさいよな。ニコ、ついてきてたのね。そいつ、何者だ？さあ、でもおかげで騙されずに済んだみたい。どうだかね、そいつに騙されてんのかもよ。助けてくれ、お願いだ。彼の話を聞くしかないわね。おい、リディア、起きろよ。ニコ。
なかなか可愛い寝顔だったよ。あなた、その髪。ああ、さっきの髪は染めてたんだ。地毛だと目立つからね。気に入った？着替えをお持ちしました、マイロード。ロード、お怪我？かすり傷だよ。レイヴン、このくらいのことで人を殺す必要はない。はい。何？何なのこの人たち。マイロードって殺す必要ないってどういうこと？レイヴン、こちらがミス・カールトンだ。ちょっと、どうして私の名前を？奴らが探していた少女の名前はリディア・カールトン、つまり君の名前だ。申し遅れました、レディ。エドガー・アシェンバート伯爵です。どうぞよろしく。伯爵？あなたが？信じられないわ。それに私はロンドンに行く用があるの。おいとまするわ。もう遅いよ、船は出航した。もともと私をこの船に乗せるつもりだったってこと？捕まったっていうのもお芝居？あれは本当だ。奴に捕まるしか君に近づく方法がなさそうだったからね。あなた信じろって言ったわ、助けてくれって。そう、僕は君に信じてほしいし助けてほしい。どうしてもね。急がないとディナーが始まる。レイヴン、ミス・カールトンにドレスを。はい。ちょっと、ドレスって？ミスター、どういうこと？この船は招待なしに乗れる船じゃないから安心していいよ。ああ、それから僕のことはエドガーと呼んでくれ、リディア。いいね、ますます美人さんだ。からかわないで。なぜ？でもそうだね、笑うともっと可愛いだろうね。何のために笑わなきゃいけないの？僕のために。何なの、あなた。